僕、お化けと友達になりたい。もう寝る時間よ。早く寝ないとお化けが来ちゃう。ママに言われて布団に入ったたっくん。僕、今日寝ない。お化けと友達になりたいんだ。ママはとても驚いた顔をしていますが、たっくんは本気です。お化けが来たら名前を聞いて友達になるんだ。それで一緒に幼稚園に行くの。きっとみんなびっくりするよ。だってお化けの友達がいるなんて、幼稚園の中で僕しかいないもん。幼稚園の後は一緒に公園に行くんだ。いつも威張って意地悪してる子がいるから、お化けと一緒に驚かせてやっつけるの。それから一緒に遊ぶ。きっとみんな面白がって一緒に遊んでくれると思うよ。それから家に帰ってお風呂に入る。お化けってどうやってお風呂に入るのか知りたいんだもん。あとは一緒にご飯を食べる。食べたものがスケスケで見えるのか確かめたいんだ。あと好きな食べ物もね。それから一緒に寝る。あれ？お化けって寝るのかな？ママはニコニコしたまま首をかしげました。もし寝なかったら、お化けは朝まで何をしてるんだろう？やっぱり人間を驚かすのかな？もし友達になれなかったら、僕も驚かされて、お化けの世界へ連れて行かれちゃうかな。もしお化けの世界に行ったら、エンマ様がいて、寝なかった僕は怒られたりするのかな。それから血の池がある地獄で、鬼に怒られながらずっと暮らすのかな。そしたらもうパパにもママにもお友達にも会えなくなって。たっくんはだんだん怖くなってきました。僕、今すぐに寝る。たっくんがぎゅっと目をつむると、おやすみなさい。ママはクスクス笑いながら部屋を出て行きました。それからしばらくすると、たっくん、起きて。僕と友達になりたいんだろう。枕元で声がしました。誰？たっくんが寝ぼけながら目を開けると、そこにはニコニコ笑ったお化けが、ふわふわと浮かんでいました。僕の名前教えようか？友達になろうよ。お化けがにやーっと笑うと、ママ！お化け！助けて！たっくんは大泣きしながら慌てて部屋を出て行きました。お化けと友達になるのをやめたたっくん。それからは毎日ちゃんと早く寝るようになりました。おしまい。